こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、予想に反して地図33枚目までメサが見つからなかったところまでです。慢性的なメサが出ない病にかかっているわね。どうしたら治るんでしょうか。ラバで峡谷飛び越えたり無心になってみたりと民間療法はいろいろ試しましたが効果なしです。きっと死ななきゃ治らないのよ。まあともかく、現時点のバイオーム上はメサ6種類とジャングルの突然変異だけが未発見です。地図の方は現状こんな感じです。最後にバイオーム上を更新できたのは、地図20枚目で凍ったタイガエムを見つけた時なんです。ずいぶん長いこと無駄な努力をしてきたのね。さてラバとも合流しましたし、約30時間ぶりにリスボーン拠点に戻りましょうか。ちなみにそこに浮いている船は位置ずれが生じていて乗り捨てた船です。さてまずは地図33枚目の西の端に到着しました。現在地は赤い丸、リスボーン拠点のある場所は星の位置です。で、黄色い四角が所持している地図です。手持ちの地図上を通ると少し遠回りなので、縦横軸上の地図の位置を頼りに拠点まで突っ切ります。睡蓮の葉を切らしていたのですが、道中に湿地があったのでここぞとばかりにがっつり回収してます。でも少し面倒です。さらに進むとまた湿地がありました。水深が浅いので睡蓮の葉をラバでサクサク回収できそうです。最初からこっちで回収すればよかったわね。次の時から活かします。あれ？誰かがこんなところで赤キノコ栽培しているのでしょうか？誰かって誰よ？多分、ムーシュルームへの進化を目指しているこの辺の牛たちです。さて、もうそろそろビーコンの光が見えてくる頃です。うおおお、やっとここまで来た。睡蓮の葉の回収時間を除けばここまで40分ほどかかりました。なんとか無事に着きそうです。そしてようやくリスボーン拠点に到着です。リアル時間では実に2ヶ月ぶりの我が家、じゃなくて我が庭なんですよ。なんかいろいろあったりいたりして賑やかで和みます。ついて早々、手持ちの地図の入れ替え作業からかかります。試しに地図をラージチェストに並べてみました。これ、37枚目からラージチェストにも収まらなくなるわね。さすがにそこまでにはメサが見つかりますよ。さてどの地図を持っていきましょうか。よし、これだけ持っていけば45枚目の地図までは拠点に戻らずに済みます。え、さっきさすがにそこまでにはどうとか。さてお次は記念品や希少品の整理ですが、ぼちぼちチェスト追加しないとならないようになりました。馬鎧シリーズはこんな感じで、先頭が鉄の馬鎧で1馬身のリード、2番手に金の馬鎧がつけていて、ダイヤの馬鎧が大きく出遅れています。他の希少アイテムや記念品も大体整理できてきました。植木鉢や TNT の数を見ると今まで攻略した建物は、ウィッチの小屋が11、砂漠のピラミッドが14、ジャングルの神殿が1つだとわかります。さて、次は久々に地下に潜ります。この日のために地下に保管していた水中呼吸ポーションの材料のフグがお目当てです。そういえば地下生活中にフグを釣っていたわね。でも、まさかフグが役立つ時が来るとは。いやいや、ポーション使う時はラバがピンチな時だけですからまだ役立つと決まったわけではありません。で、おおスライム。リスボーン拠点地下もスライムの生息エリアでしたか。地上に戻って早速ポーションの作成タイムです。
ちなみに、スプラッシュポーションは普段のプレイで使ったことありません。まあ試し投げしないでも大丈夫ですよね。テリーがそう言うと不安になるわね。さて、拠点でのお仕事も残り一つとなりました。飾り付けです。額を飾るのはこの白樺の木でいいとして、何を飾るか少し迷ってしまいますが、ようやくリッチからドロップした砂糖が印象深いのでまずお砂糖確定です。謝るんだ。知りませんでした。あとは超レアの天然桃色羊の羊毛は外せません。最初に見つけた一匹目だけは感動ものでした。最後の額には、いつ入手したか忘れてしまった黒い羊毛を飾ります。多分崖から落下しした羊のものだと思いますが、正直よく覚えていません。随分適当な記念品ね。我ながらそう思います。さて、それではそろそろ出発です。忘れ物はない？ハンカチとティッシュは持ったの？手を拭くことないですし、くしゃみは出ない仕様なので大丈夫です。おお、いい歳して真っ昼間からぶらついているゾンビがいました。火がついてて熱そうでほのぼのします。あや消えちゃいました。きちんと日陰の道を選ぶとは思ったより仕事ができるゾンビかもしれません。ゾンビの仕事って何なのよ。いい歳して真っ昼間からぶらついてる私を襲うことでしょうか。さて、割と長距離の海を渡らないといけないようです。まあすでに埋めてある地図なので多分ラバは大丈夫でしょうし、船の方が移動は早いです。大丈夫大丈夫怖くないよ。だだだ大丈夫ですよねこれラグですよね。おお、船の位置ずれしたのでラグのようです。ちなみに今まではすでに埋めてある地図ではほとんどラグが出なかった気がするのですが、もしかしてラグが出やすくなっているとか。ラバが離れすぎるとプレイしづらいので、ラグ中にラバへの接近を試みます。少しずれましたけどまあこんなもんですよね。結局ラバは3回急速潜水しましたが無事に陸地に上陸しました。位置調整用の地図の作成ポイントは海上のようなのでラバはこの島で待っててもらいます。さて、ようやく作成ポイントに着きましたがすぐ脇に島がありました。夜が更けてきたので一旦ベッドで寝てラバをこの島に連れてきてから改めて地図作ります。時刻を見なかったのはうっかりでしたが、なぜだか誤算続きです。さて、改めて位置調整用の地図作りです。ちなみにサトウキビをラバに乗せたままだったのでもう一往復する羽目になりました。うおー、トンネルだ。久々にトンネリングできる。出口が見えないトンネルのようだけど。いえ、木が生えているということは多分天井が開いてるはずです。長年トンネルを見分けてきたトンネラー。いや、トンネリストの私には一目瞭然です。今なんで言い直したのよ。トンネリストと言った方がなんとなくかっこいいですから。何これ。両手で作った犬の影ですか。あ、確かにそんな感じね。でもそれより気になったのがこれです。石炭鉱石が空中に浮いているのは初めて見ました。一番上が石なのが惜しいですが、それでも十分珍しそうです。さて、拠点への長旅もようやく終わり、34枚目の地図作成ポイントに到着です。これでいよいよ、冒険の時間地図34枚目に突入ですね。頑張っていきます。ラバと合流したところでキリがいいので今回はここまでです。それにしてもメサを見つけるのにこんな大変なことになるとは思いませんでした。本当に、さりげなく、次の 6×6 の正方形完成が見えてきてしまっています。
私はまたも正方形を完成させてしまうのでしょうか。万が一、メサが見つかったりしなければね。さて、次回は34枚目をサクサクっと埋めてメサを見つける、という希望的観測です。それではまたね。バイバイ。